みなさんこんにちは、新垣秀です。やっほー。そしてママです。やっほー。今どこに来てますか？ドイツクラブ、こちらです。じゃーん。わー、すごいかわいい。ちょっとこれ撮って、うん、撮ってて、踊っていいよ、踊っていいよ。見て、ミッキーがいます。運転手ミッキー。本当だ、かわいい。こんにちは。こんにちは。今から見に行きます。クリスマスだ。めっちゃなんかクリスマスまであと51日だって。見て、サンタさんの服がかわいい。さあ、ということで今見てきました。買っちゃった。私、新垣梨沙とパパのお誕生日合同ディナーです。ありがとう。じゃあ、ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。ありがとう。パパ、合同ハッピーバースデー。おいしい。久しぶりです。染みた。すごいいい味じゃない、このお醤油。ね、酸っぱい。美味しい。あ、美味しい。幸せ。食べたね。夜ご飯食べる。朝は作ることすごい多い。夜は一人。一人だったよ、もう。あるものだ。この間なんかママがくれたつぼや、つぼのあの、貝と、美味しかったね。ホタテの余りと、さっき買ってきてくれたタコ棒っていうなんかかまぼこみたいなのがあって、それとお酒で一人で飲んでた。私あと、LINE ギフトでビールめっちゃみんなくれたから、それ一人で目開けて。あのつゆで炊き込むもんやったら欲しかった。うん、やる。まだあるから。まだ貝もまだあと半分ぐらいあるから。2号とか書いてあったら、少なめでいいか。あ、本当に ?1 号でもいい。1号でもいい。あの、濃いめがいいな。1号でしょ、じゃあ。1でも1号でちょうど、まあでも、1号だとすぐなくなっちゃって、2号だと、まあ、1号だって1人で食べれるよ。食べちゃう。食べちゃう。うん、美味しい。カモ美味しい。カモ大好き。ついてる。全然気にならない。ナッツも美味しい。ごま豆腐みたいな感じかも。落花生って。もちもちして美味しいよ。ね、落花生って。カモ盛り付けおしゃれだね。ねえ、綺麗だね。見た目も大事だもん。絶対庭なんだよね。庭園。うん。パパ何をするの？パパに呼ばれてる。うわー、じゃいつもそうしてるから次何来るんだ。だって、広くなんだ。いつもじゃあそれをするわ。うわー、美味しい。綺麗。素敵なリアクションで毎回ありがとうございます。美味しい。うん。美味しいね。飲みやすいね。ごまんじゅう。おー。かわいい。見て見て、器がかわいい。うん、おいしい。ゆずもおいしい。一緒に食べたら、うん、カレーだ。そんなには作れないもんね。うん、お漬物になってる。こんな味が出せる。これは無理だね。お刺しの中に。このつゆおいしいね。ね、優しいな。このつゆだけで飲めるよ。うん。それは美味しい。綺麗だよね。これお水入ってる。それはね、しなくね、そのお酒どうですか。あ、そういうか。そうじゃん。可愛さの中に儚さがある。あの花さ。あれ、儚さだった。儚さ、だから笑ったんだよ。あれ、花だと思った。可愛さの中に儚さがあるって言うから面白くて笑っちゃったんだよ。イカスミ美味しい。美味しい。本当だ。美味しい。えー、
なんか、ネバッとしたね。うん、香りって書いてある。香りはネタとする。美味しいね。こんな美味しいんだ、ね。ちょっとイカスミ醤油だけ舐めてみよう。あ、でも醤油だ、普通に。味が。イカの味しない。イカスミの変な、っていうか、味しないじゃん。ちょっと臭みないよね。イカスミパスタだとちょっと臭いとかあるのかもね。うん、新鮮かも。これ醤油だよ、もろ。そう、ただの醤油。でも色が完全イカスミだから入っては絶対いるんだけど、すごいな。すごい綺麗だし、美味しいし、最高だね。贅沢だな。だから今回ちょっとグレードアップしたんだって。2人の誕生日だからグレードアップしてくれた。グレードアップしなくてもいいんだけどさ、結構ね、リストが。うん、いつもいいもんね。結局何料理が一番好き？いや、やっぱ日本料理だ。じゃあ日本の料理の中でも焼き鳥とかも日本に入るじゃん、うん、和に入るじゃん、うん、何が好き？刺身系が好き？一番。いや、多分お寿司とかもう含めてね。うん、お魚か、うん、ママは結局だから自分のじゃあ誕生日に何でもいいよ、教えてあげるよって言われたら何を選ぶ？パパお寿司。いやいや、お寿司も含めて、うなぎとかもそうだけど。ああ、日本系がいい。そうそうそう、海石とかね。今日みたいな感じか、うん、こういうのはいいね、ちょっとずついろんなもの食べる。綺麗だし、いっぱい飲むと本当にうまい。昨日もその作戦でしたから全くない。でもそれがいいんだよね。ものすごくパスタ食べたいなと思って、しいお肉食べたいなって、まあ、その時の気分か、ね、白玉さんは、うん、もう和食。和食、うん、ね、和食の中で何がいい？ね、でもそれ難しいね。なんかお寿司とか、そういえばお刺身系は好きだし、うん、なんか次の日のこと考えちゃうかも。なんか重くない。あ、でもフレンチも美味しいとこは美味しいし。いや、なんかワイン飲みたい時あるよ。あ、申し申し訳みたいなぐらいしか来ないのいいよね。最後に申し訳、もうちょっと食べたいよみたいなぐらいがいいよね。こんな怒られてます。ミニパスタのチーズの中で作って、ちょんちょん。そう。そんな感じだ。でもそれいいんだよね。こんな大きいのさない。最初の生ハムとチーズと、あ、でもいいよね。やっぱその時は気分か。だからなんかもうそれ食べ行くってなっちゃえば、もうそれはそれで、いい、あ、今日それだと思って、なんかもうそういう脳と口になっちゃう。確かに今日はもうこれって思ってるから、うん、もう星ならきっと分かってるから、もう日本食、うん、もうじゃあ日本酒だな、シメージなくワインってなったらもうね。だってあのエビスは出なかったもんね。エビス？エビス。ああ、そうそう、あれは、そう、あれは、うん、あれはだってもう、自信作だもんね。あれ、エビスだったっけ。連れてきたかった。また変わってたね、お料理と。やっぱちょっと、なんか記念日用なぐらいさ、高級な感じだからさ、やっぱ美味しいよね。なんかその、あんま重くないというかさ、あのシェフも良かったじゃん。あとワインのさ、説明して、おじさん、一人でやってるからさ。チーズとかもさ、美味しかったし。チーズも美味しかったね。その時が気分なんだよ。デザートのチョコをすごい気に入った。言わせてやってよとか言ってた。白玉さんが言わせてくれよ。何回も言ったんだよね。そう、あ、うまい、うん、うまっ。あ、レモンが大根、大根の食べ、最初そのまま食べた。カス漬けだね。めっちゃちゃんと香りする。あ、おいしい。うん、うん、求めてた今。うん、あ、これパパ日本酒だよ。これレモンいいね。うん、さっぱりする。さっぱりする。そう。でもな、味噌だけじゃなくカス漬けだからさ、ちょっとさ、お酒の香りするから、うん、なんかふわってしない？甘いしね。うん。うん、美味しい。家で最強漬け作ったことある？ある。なんか美味しい。うん。カルディとか。やってみたい家で。なんかなんだかんだ最強漬けが一番好きかも。最強焼きが、生と一緒じゃん。うん、そうなんだ。
西京焼きが一番テンション上がるかも。京都のやつ美味しいよね。甘い。トリュフ香る。甘い。美味しそう。え、上のトリュフ。めっちゃトリュフ。うん。うわ、超トリュフ。こん時だけワインなみたいな。美味しい。おやつは頼む。頼む。いやだってもう終わっちゃう。で次何来る？どうぞ。次もありそう。いけそうじゃない？あ、でも次もエビだ。食べれないやつ。あ、違うの。これちょっと取っとく。前に来るまで。とろけちゃうね。とろけちゃう。とろけちゃう美味しさだね。え、それ何？銀杏とか。あ、鳥鳥鳥鳥。これ銀杏は入ってないわ。鳥だ。え、何？これ混ぜただけでもう鳥ほど。ちょっとあるよ。大丈夫。うん、これはやばい。これ頼む。パパ、はい、誕生日おめでとうございます。どうも。私からプレゼントがございます。ちょっと増えてる、うん、ではおめでとう。ありがとう。何番？何番？何でしょう？何番？あ、それ後ろにリサからのメッセージカードもあるから。消しゴムです。消しゴム？何番の？いいよ、綺麗じゃなくて。重いね。チョコレート。重い。バレンタイン？うん、チョコぐらいは。チョコレートじゃん。きなりもいけない。今パパがそう使ってるのがオンボロロという情報をママから仕入れて、ちょっと昔にあげたんだもんね。好みを聞いてそれにしました。それだよね、ちゃんとね。ここに入る。かわいい。ちょっと見せて。頑張った。でちょっと見せて。表あ、ギー。そうそうそう、そうだそうだ。うんうん。そう、使いやすいかな。流行ってば。あら、めっちゃいいじゃん。オンボロロ。今のこの。ミスあげたんだった。あ、ちっちゃい？ミスあげたやつ。ちっちゃい。これもほら、もう。いや、こっちの方が大きい。あの、オンボロロだからもう開くけど。開きやすいけど。新しいから。あ、使ってったら。でも、開きやすい。ラマ好きって聞いたの。あ、ラマ好きからもあげる。お。なんだろう、白玉さんから。じゃん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 。え、おしゃれ。あ、重いよ。なんだろう。スリー。スリー。あ、スリーってめっちゃいいじゃん。え、めっちゃいいブランドだよ。え、大好き。かわいいでしょ。あ、なにそれ。化粧水。え、と何それ。なんだっけ。
なんだっけ、限定なんだ、今、今だけ見えない。ジェリーウォッシュ、あー、洗顔、あと、あと、ん、の、の、目の検査みたい、右と見えない、見えない。化粧水乳液みたいな感じなのかな。リサに見たい、ちょっと本当見えない。ローションとバランシングセムだから、なんかね、ちょっとちっちゃいやつ、あんまりなんかごちゃごちゃつけないんだって。もうこれでまず洗顔して、これ化粧水つけて、これで完結なんだって。あ、そうなの。うん、で結構ほんとしっとりいい感じなの。へぇ、かわいいでしょ。うん、かわいい、おしゃれ。使って、おめでとうございます。じゃあリサちゃんに、あ、私と私は多分2人とも映して、なんだろう、なんだろう、へへへへ、リファ、え、本当にリファだって、重い、重かったっけ、重い、え、なんだろう、化粧じゃん、化粧、もしかして化粧じゃん、何握手、これ、え、可愛い、あ、スタンドだ、時ダメなんだけど、うん、お風呂用じゃない、お風呂用じゃないから濡れてる髪じゃなくて、この乾いた状態でやると水分と油分が整って、なんかクリームとかつけなくても最高なんだけど、今このくし、クリームつけなくてもサラサラツヤツヤなの、整えてくれる、最高じゃん。しかも見てこれ、スタンド付き、スタンド付いてんだよ、ね。必ずさ、リファってさ、超かわいい、ドライヤーでも何でもその台ついて、え、嬉しい、ありがとう、最高じゃん、おしゃれ、おしゃれ、おしゃれでしょ、ありがとう、これは濡らさないでね、はい、嬉しい、めっちゃ嬉しいんだけど、香りのプレゼントです。あ、いつもの香りのプレゼントです。でも今年は香水ではあります。なんだろう、え、木だ、木箱に入ってる、あ、木箱、うっと、ウッドって書いてある。わあ、本当だ。うわ、嬉しい。リサ、匂い好きだからね。いいのよ。え、これどこに？あ、これか。これはちょっと適当になんかモマが好きな。でも一番無難なね。ジャスミン。ジャスミンティーって書いてある。ティー。ティーって書いてある。これ寝るときに抱いて寝たら、それ入らないよね、口。え、だってそこからペンって取るんでしょ。リンだと思う。男の手が入れん。おぉ、いいね。寝やすい、これ。これね、あ、あー、最高。あの、これは洗浄用でエタノール、エタノールで匂いを変えたときにやるらしいんだけど、それもはやってない。うちにもあんじゃん、あるんだ、詰まっちゃうんだって、たまにやんない。え、どこに、ね、どうやん、これをね、2センチぐらい切るんだって。ここにクッククってやって、匂いは次は好きなのかよ。ありがとう、嬉しい、じゃん、ありがとう、ハッピーバースデー、ワンコがいるの。ね。ワンコがポストに入ってるの。
いただき本当にありがとうございました。編集はリナニーガキです。はい、今回はですねパパと私の合同バースデーディナーということで初めての試みって感じだったんですが、とてもとても美味しくて幸せな時間でした。みんなからのねプレゼントもとても嬉しくて愛用しております。ありがとう。そしてパパもハッピーバースデーっていう感じで、いつも見てくれて本当にありがとうね。またねー。